垣島に着きました。イエーイ、3年ぶりです。3年ぶりです。天気は悪そうだけど行ってみたいと思います。イエイ、レッツゴー。強風で雨です。最悪です。天気悪いです。こんな感じで強風でございます。とりあえず今からレンタカーを借りたいと思います。はい、今日借りるのは WVF レンタカーさんです。はい、こちらをお借りします。イエイ。はい、レンタカーゲットしました。イエイ。今ホテルへ向かってます。着いたね。着いたね。石垣島ですね。懐かしい。よかったね、無事着いて。そうだね。ギリちょっと天気も良くなりそうかな。うん、まあ明日晴れてくれることを祈りましょう。そうだね。今日はとりあえずホテルに行って、多分市街地に繰り出します。そうだね。イエイ。ではよ、石垣島にドンキホーテができました。私ら住んでた時はなかったです。宮古にはあったけどね。宮古あった。おう、中はドンキホーテです。うん、はい、本日からのホテルはコンフォートホテルです。こんな感じ、ビジネスホテルで朝食付きです。最近できたらしいよね。見たことない。うん、ちょっと行ってみましょう。コンフォートホテル、セルフチェックインだって。すごい。遠藤さん来た。お久しぶりです。遠藤さんが来ました。遠藤さんひげ生えてる。めっちゃひげ生えてる。外人感が。キューツクーポン1万3000分ゲットです。ラッキー。え、何それ。やだ、すごい。あら、これどうぞ。男前だわ、やっぱ。いや、嬉しい。ひさとみさとって書いてある。かっこいいし。やば、これ飲めないっすね。かわいい。中身は大学普通だから。こんなんできるんだ。やばー、ありがとうございます。あざー、かわいい。超これかわいい。え、石垣ってこんなのできるの。嬉しい。すごいかわいいね、制服だ。で、なんだっけ。いやー、かわいい。はい、遠藤さん、大変感動の再会をしました。そう、素敵なお酒をもらいました。ありがとうございます。どっかでなんか。この階には泊まらない。あ、そこは始まります。うん、だからこれ防犯だよ。あ、他の変な酔っ払いが来ない、ね。うん、ボタン押して5階行けないように。へ、あ、すごいね。これがないと行けない。これだから、この鍵、これに部屋の番号とかも書いてないから。沖縄って言ったら酔っ払ってみんな部屋にある。
すごい。あ、海側じゃない。めっちゃビジネスホテルだ。あ、いいじゃん。おお、すごい青い部屋。海側じゃない。うん。いいよ別に。こっから。おお。へえ。いいじゃんいいじゃん。いいねいいね。ここだって一泊3000円もかかんないよ。これめっちゃ嬉しいね。嬉しい。すごいな。これなんかテレビもあって、うん、冷蔵庫もあるね。うん、うん、はいはい、いいじゃん、いい、ベッドもあって、ミンサーガラでかわいいです。冷房もついて、風呂チェックします。あ、風呂めっちゃ綺麗。風呂こんな感じ。アメニティもついてます。はい、鏡もでかい。全然いいわ、寝るだけだし。かわいい、かわいくない、この部屋。飯もついてるし。そう、朝食付き。また朝食も紹介したいと思います。はい、じゃあとりあえず今日はここまで。今日ここまでだな。出発から今日はここまで。ここまでだな。今日終わり。じゃあ今日は終わりで。はい。まあこのままどっか行くならまたつなぎます。はーい。ではまた、バイバーイ。はいさーい。はいさーい。さあ夜の街に来ました。ここは夕暮れのモールでーす。懐かしいねー。久里のブラザーのお店。ブラザー。入ってみましょう。覚えてるかな。こんにちは。覚えてる。ムービーしない。ダメ。ムービーダメだ。はい、ここが。次は私が働いていたお店に入ってみたいと思います。さあ、店長はいかがでしょうか。懐かしの。久しぶり。久しぶり。いいちゃん。元気ないの？相変わらずだね。石垣で私が一番大好きなお店です。これは石垣のカビラ湾のブルーのピアスとかいろいろ。やっぱかわいいな。うわ、こっちもかわいい。バージョンアップしてる。わ、かわいい。また買っちゃうな、これ。私ここのさ、アクセサリーさ、もう大好き。あー、まだ売ってる、かわいい。これ大好きなの、ジュリアジュエル。これは石垣に住んでるハワイの人が作ってる。うん、かわいい。あ、これ買います。あ、これ買います。7800円もしたっけな。こんな高かったか。あれ、ちょっと出してあげる。っ、買ってあげるよ。あ、4500円だ。焦った。買ってあげる。これ、誕生日プレゼント。あ、やった、誕生日にゲッチュです。うん、いや、みんなに会えて楽しいね。楽しいね。ここ新しい。みんなに会うとなんか懐かしい。あれ、ガグズバーガーってこれ、あそこにもなんか、新しい店がある。宮古島本店だ。やっぱり、ここ聞いたことある。石垣もできた。さあ、ここも私が働いてたお店です。さあ、いるのでしょうか。あ、いた。佐藤。ただいま。ただいま。何？何ヶ月だ。七。はい。ここがイジムナ。ごめん、こんな日にこんな。
でもこんなだよね。晴れました。